はい、東海流整骨院長の石丸です。お願いします。本日は、病院で手術しかないと言われた斜視は鍼灸治療炎についてお話したいと思います。当院もですね、眼科領域のね、患者さんも多数いらっしゃいますね。その中でですね、斜視ね、こういった患者さんも、まあ、来られるわけですね。それで、治療実績を積み重ねている次第であります。1番目、眼科病院では手術以外の治療法はないね。斜視の患者さんはですね、病院や眼科に行かれてですね、まあ治療法はといえばですね、まあ目のね、目についてる筋肉をね、手術するこれしかないって言われるんですね。なぜそういったことになるかというとですね、そもそもの原因がわからないんですね。なぜこの患者さんが斜視になったという原因がわからないんですね。だからですね、原因に対してもう切ってしまえっていう風になってしまうんですね。あまりにも乱暴な治療だと東洋医学からすれば思います。2番目、斜視に対しての鍼灸治療は確立されてるね。斜視の患者さんに対してのですね、鍼灸治療というのは確立されてるんですね。鍼灸治療っていうのはですね、まあ東洋医学ですね。東洋医学というのはですね、この地球上で数千年の歴史があるんですね。数千年の歴史の中で、どういったタイプの体質の患者さんは斜視になりやすいかというんですね、蓄積のね、データがあるんですね。そのデータに基づいてですね、こういった治療を施すとその斜視が改善したというですね、事実があるんですね。そういった事実をもとに、まあ、治療することによって、当院でもですね、この斜視の患者さんに対して、治療実績があるというわけですね。改善例も多数ありますね。3番目、手術を考えている患者さんは鍼灸治療を試すべし、ね。先ほど言ったようにですね、病院、西洋医学では ではですね、原因がわからないので、手術しなさい。2番目、ね、鍼灸治療、東洋医学は原因なりですね、そのどういった患者さんが斜視になりやすいかというその体質の見極めがあるということなんですね。どちらが原因が分かっているかというとですね、こっちなんですね。鍼灸治療の方が治療法が確立されている分ですね、その原因が把握しやすいんですね。原因も分からずにですね、切るっていうのはですね、非常に乱暴ですね。ですのでですね、斜視の患者さんはですね、鍼灸治療を試されて、それでもどうしてもダメで、さらにですね、その斜視を改善したかったら、手術以外はないと思いますが、鍼灸治療せずにいきなりこっちに行くのはですね、原因を無視して、まあ、治療してるのと同じなので、まずは原因の特定がしやすい東洋医学にまずは委ねるべきですね。そういったことでですね、3番目の手術を考えている患者さんは鍼灸治療を試すべしということになるんですね。当院でもですね、斜視の患者さんは来院されますし、改善例はありますね。そういったことをもってですね、この斜視の患者さんはですね、鍼灸治療を試すべきだと思いますね。ですがですね、この斜視というですね、治療をできる鍼灸院というのは、東洋医学専門の治療院じゃないとなかなか治療ができないと思いますね。東洋医学専門でやってるところじゃないとなかなかこの斜視に対しては治療ができない、ね。本日は病院で手術しかないと言われた斜視は鍼灸治療についてお話したわけですけど、一番大切なことは東洋医学専門、ここ非常に重要なんですが、東洋医学専門でやってる鍼灸院に行かれて、斜視の治療実績があるか、そういったことまで聞いて、治療してもらわないとですね、そこら中のね、鍼灸院に行ってもですね、やったことがないとか、治療法がわからないね、そういったことは多数あると思いますので、ぜひともですね、斜視の治療を受けられる場合はですね、東洋医学専門の治療院に行かれることをお勧めします。以上です。